小倉優子さんがね書いていた英作文2箇所出ておりましたので、説問自体の英語がおかしいですね。 You just eat now、 まあまあまあ変に直さないといけないな、これ分かってこれを書いてるんだったら相当すごいなと思ってて、おで始まりました、もっちチャンネルです。さあ今回はですね、また 100% アピールちゃんで小倉優子さんのですね企画がやっていたんですけども、わざとなんじゃないの、これ僕に取り上げてほしいんじゃないのってね、ちょっと思い出してきたんですけど、英作文やってましたね今回ね、これ僕に添削してねって言ってきてるのかな。まあドラゴン桜の時もそうだったけど、やります、任せてください、しますよ、ちゃんとやります、直しますよ、ちゃんとやらせていただきます。これね、まあドラゴン桜の時もそうだったんですけど、受験だから受験生とかにも役立つように添削しますからね。当たり前ですけど、普通に喋ってる人でね、英語日本人が喋ってるのを添削したりしないですからね、お仕事としてやるわけですね。そんなだって喋ってるのにさ、英語直されちゃったらイライラするじゃん。スピーキングの時に直したりとかしないですよ。ただやっぱ直さないとでもできるようになっていかないじゃないですか。だからやりますね。そう、間違いを恐れずに喋ることは大事。でもレベルが上がるためには添削大事ですからね。で、今回もですね 100% アピールちゃんで、すごい 100% アピールちゃんをものすごく僕アピールしてますね。今 TVer とかね、そうテレビなくても見れるんで、ぜひエピソード見てもらえればめっちゃ宣伝してるいいかなと思うんですが、今回ですね、すごいね、いいホテルみたいなとこで、そう毎回なんかとタイアップしてるのかわかんないですけど、なんか食べ物が出てきたりとかねするんで、でそこでなんかすごいね豪勢なスイーツ食べて、そのスイーツを食べてはい感想っていうね下りと、あと元極道から慶応に合格した人、44歳で慶応に合格、42歳から勉強始めて2年でって言ってましたね。すごって思って、1日15時間勉強してたんですって。しかも働きながらっていうのはね、すごかったね。なんかこれわざとなんですかね、あの小倉優子さんが1週間で15時間って言ってたのに、この方1日で15時間って出たんで、これ小倉優子さんにもっと勉強しろっていうメタメッセージですかねって思ったんですけど、7ヶ月で高卒認定取ってね、2年で慶応入ったってすごいね、斉藤さんって方でしたね。ぜひコラボお待ちしております。話聞いてみたいなと思って、すごいなと思いましたね。ではその小倉優子さんがね実際に書いていた英作文2箇所出ておりましたんで、なんか最後ね英語で喋ってくださいって言って英語喋るのかなって思ったシーンはねカットされてなかったですね。喋ってるところはなかったんですが、はい、ライティングの方が出てたので見ていきます。説問が Write an impression of the sweets you just eat now って書いてて、まあ、この説問自体の英語おかしいですね。 You just eat now っていうのすごいなんかうーってなりますね。現在形があって just と now が一緒にやってっていう、なんだこれっていう感じなんで、もう普通だったら Write an impression of the sweets you've just eaten とかね、 you've just had でもいいですけど、今食べたっていう風に言った方がいいですね。で現在形っていうのはちょっとよくわかんないですね。いつも食べてるのかな、でも just がついてるから、うん、だから変なんで you've just eaten とか言えばいいんじゃないですか。まあアメリカ人だとね have 使わない人も結構いたりするんで、You just ate とかっていう人もいると思いますね。はい。で、小倉優子さんが書いた英文が I'm surprised of these sweets to eat first time ですね。これはちょっと、うん、まあまあまあ変ですよね。直さないといけないな。I'm surprised at とかね。まあ of じゃないですね。with とか。まあ by でもね、surprise は一緒に使うことできますけどね。で、まあ一応 the sweets とかにして、後ろからかかるようにした方がいいんじゃないかな。the sweets I've eaten とか、さっきやりましたね。で、一応 first time or for the first time とかでしょうね。最初、一番最初、初めてってやつです。この for the first time っていうのはすごく間違いやすいので、英作文でめちゃめちゃ間違いがよく出るやつね。at first って書いちゃう人がめちゃめちゃ多いですね。at first っていうのは初めはなんとかだったけど、その後変わったって意味ですので、これ絶対間違いないようにしてください。結構このなんか I have two reasons ね、2つ理由がありますって言って at first って書いてくる英作文すごいいっぱいあるので、もうこの時点でちなみにね採点する側からすると、あもうこの人どうせできないんだなって判断しちゃいます。東大特進ね、東進のやってた時も東大のクラスでいっぱいそういう回答あったんでね、これ灘とかさ改正とかそういうところでも英語は苦手な人はねそういう風に書いちゃうんですよね。で次が What beautiful and fashionable sweetsっていう風に言ってて、これを直してたんですよね。その番組の中では。でもこれ合ってるよ。間違ってはいないですよ。What beautiful and fashionable sweets って。なんかまあ喋ってる感はあるけどね。What beautiful and fashionable sweets? How にしなきゃいけないって言ってたんだけど、それ How にすることは可能ですけど、How にするとストラクチャーが変わりますよね。形が変わる。What の場合の簡単文だと、What、まあ何々名詞。
まあなんか What a beautiful view とかね、 What a beautiful girl とかっていうので多分知ってる人多いと思うんですけど、そういう形にする。でまあ今回だったら What beautiful and fashionable sweets they are とかってつけることはできません、もちろん。で直されてたのが番組の中で How beautiful these sweets are って言ってました。まあ別にこれでもいいですけどね。 How の場合は形容詞とか副詞が後ろに来て、で SV なんで How beautiful these sweets、 まあ look の方がもっといいかなと思いますね。 How beautiful these sweets look とか。でもまあ食べちゃってもう目の前にないんだったらまた変わるだろうけどね。 look とかだね、さっきの What beautiful and fashionable sweets they were、 ちょっとわかんないんだよね。そうだからこれもう食べちゃってないのか目の前にあるのかもうちょっとわかんなかったんで、あの番組の動画見ても、まあまだ目の前にあるんだったら現在形でやればいいと思いますね。 Tokyo is amazing ね、はい、普通にまあ合ってる。3分のつながりはなんじゃってなるとは思うけどね。なんで3つ目どっから出てきたんじゃって言われればなんとも言えないですけど、まあ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 全然全然頑張って書いたと思います。ぜひまあ Be surprised at とかはね覚えておいてください。でもう一個ね出てたんですよね、英文が。でこっちはね特に何も間違ってなかったですけど、 I looked into the sentence pattern today but I realized that I don't understand the basics of Japanese っていう風に言ってね、まあ文のパターン、これ文系なのかね、もしかしたらちょっとわかんないですけど、それをちょっと調べてみたと。で気がついたよ、そう realize 使うときね、英作文 that 説とともに使ってください。これ大事ですからね。気づいたって意味であんま使わないでね、ほぼ間違いになりますから。 I realized the importance とかね、あの重要性に気づきましたとか取れる名詞あるんですけど限られてるんで、気づくの意味になるときは名詞は、だから気づくっていうときはざっと説とともに使うことをお勧めします。 I don't understand the basics of Japanese ね、文系をやってたのかなんだかわかんないけど、とにかく日本語と英語のこの文のパターンをきっと比べてたんだと思うんですよね。それで日本語の基本も分かってないよってことに気づいたと。時制の位置をしなきゃいけないんじゃないかとかっていう人いるんですけど、これ時制の位置とかいらないですから、別に今でも変わらないことは現在形で全然構わないので I don't でいいです。こう I didn't にわざわざする必要ないです。 I wish I had studied harder when I was a student、 これ結構ね難しい表現ですよ。時制これ分かってこれを書いてるんだったら相当すごいなと思ってて、そう I wish が来て、で wish の後ろにはい had plus 過去分詞来てるんで、 wish よりも前の時制になりますからね。そう I wish I studied だったら一応はね仮定法過去なんで今のことになっちゃうんで、まあ、I wish I could study とかね。なんで、これは過去のことになるので、had 使ってる場合ね、wish のと。で、harder when I was a student。そうですね。when I was a student の方は、これは過去の事実というか、過去のことなんで、was で。それに対して had 足す過去分詞、これ使えてるって、すごいね。だから、学生の時にもっと勉強していたらな、という感じで、日本語と英語の違いについて勉強したのかな。いや、頑張っていると思いますよ。すごく刺激になる方もいらっしゃったと思いますね、あれを見て。まあ、早稲田教育学部には出ないと思いますけど、英作文は。でもこうね、アウトプットしていくっていうのは大事ですから、ぜひこう、レベルを上げてね、頑張ってほしいです。あ、頑張ってほしい。てか、頑張るって言うなってやってたね。そう、ドラゴン桜のやつね。そう、頑張るって言った場合はね、頑張りますって言った場合、何をやるのか、はっきりと具体的にっていうのはよくわかる、確かに。うん、そうやって言った方がいいな。ぜひね、また英語を解いて、ね、動画に使えるようなものを提供していただければ、はい、取り上げますので、これからも添削いたしますので、よろしくお願いいたします。まあ、それぐらいね、英語って難しいもんなんですよ。そう簡単にできるようにはならないですからね。自分だって今ね、TikTok で配信しててね、この英語喋ったりするわけですけど、あるからね、やっぱ、ああ、今のとこ、あ、前置詞違ったなとかさ、ああ、漢詞、今のはあだったな、だって言っちゃったなとかってあるんで、ああ、今はオンだったな、インって言っちゃったなとかね、そうそう、あるんで、そういうもんです。でもそれをね、いちいち、ああだこうだ、すごい、でも TikTok やってても、あれが下手だとか、ここがダメだとかってバーって書いてくるね。本当日本人って、そういうとこあるよね、マウント取りたがるなって思うんですけど、そんな人たちよりもね、こう行動して、やってる人たちの方がよっぽど素晴らしいですからね。大倉優子さんもその間違いを恐れずこうバンバンやっていく素晴らしいことだと思います。添削は任せてください、やりますから。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。